じゃあ次は1か2か。はい。1か2っていうのは1が内側ですね。うん、2が外側のテストで、1か2かで1人でできるのは、ああ、これもちょっと難しいんですけど、上腕の内回し、外回しなんですね。うん、要は、こういう動き。はい。こういう動き、うん。で、これで難しいのが、はい、どちらが無理なく、体全体が安定して腕が回せるかなんですね。うん、要は、5回ほど繰り返して、横から見たときに、前後にブレないか。どっちの方が。回したとき。回したときに。これを一人でやるのが難しいかもしれないんですけど、例えば、はい、1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。わかんないな、これ。これわかんないですね。はい、これは難しいな。うん、これは難しいですね。今見てても分かんなかった。ちょっと僕、はい、横やりましょう。横でやってみましょう。はい、1、2、3、4、5。どっちですか？分かんないです。逆回転みたいな、逆再生みたいな感じです。どっちがやりやすいかはあるかもしれないです、ね。どっちがやりやすいですか？僕ね、うん、後ろなんですよ。後ろの方がやりやすい。うん、体調どうですか？肩が痛いのは。肩、年。横向いてもらっていいですか？ああ、はい。もう一回やってもらっていいですか？あ、前、あ、こう。打つのかな？そう、今ね、前はね、頭がここで動くんですよ。肩が。前はね、頭がこうでずっと動くんですよね。肩が痛いです。わかる。もしは体調一緒かもしれない。これで要は1と2がわかる。はい。はい。二等兵さん、横向きになって、もう一回やっていいですかね、僕。前がこんな感じなんですね。はい。で、後ろがこんな感じです。どっちが揺れてます、頭。どっちも変わらない。どっちも入れてない。どっちも同じ程度。あ、体調はね、本当にこんな感じだったので、違ったんですよ。で、まあ僕、自覚では後ろだなと思ったので、そうすると、前が回しやすい人は、ここで引っかかるんですよ。1。後ろの方がやりやすいのは2。っていうのが分かると。で、あとはですね、一人で、クロス型、パラレル型っていうのがあるんですね。はい。要は、クロス型、パラレル型というのは、ギュッて、この力を入れるときに、はい、クロスするのが力が入れやすいのか、うん、この上下だったかな、うん、ストレートで、この、上下との時に力が入れやすいか。うん、あの、ホンダとか、ジダン。はい。が、この、なんていうの、パラレル型。この、前後の動きで。はい。動きが、っていうのが書いてあり、これの測り方は、クロスかパラレルは、ジャンプをした時に、ジャンプを、したときに、はい、足の先が揃ったままか、だんだんずれていくのか、はい、なんですね。うん、で、私が、こうやって、ジャンプすると、ジャンプして、ついたときに、足が、比較的揃ってるか揃ってないか。うん、で、僕、体調見てもらうとわかるんですけど、はい、ずれるんですね。はいはい。で、これは、僕はクロス型。で、体調ジャンプしてもらっていいですか？見事に、揃ったままなんですよ。はい。はい、で、これをやってわかるのが、ジャンプしたときに、
揃ってる人は。揃ってる人は、うん、A2 か B1。ジャンプそのものがしやすく、うん、左右くるぶし、左右つま先が揃い、うん、着地も左右足がピタリと同時に行え安定しているのは、うん、パラレルで、うん、A2 か B1。うん、A の2、外 A の外、B、A の2は、うん、前の外側。前の外側。はい、か、B の1。後ろの内側、うん。で、ジャンプしていって、うん、この揃わなくなっていく人は、うん、左右のつま先がだんだん揃わなくなって、左右の足がわずかながら時間差を作って、着地をすると、うん、心地よい人は、クロス型で A の1と B の2。うんうん、っていうのが分かると。はい。で、まあ、ちなみにこの、クロスかパラレルかは、はい、一人でできる試験としては、うん、片方の腕を肩の高さで下に向けた手のひらが中央に来るように伸ばし、伸ばした腕と逆側の足で伸ばした手のひらをキックする。なんで、あ、そういうことですね。はい。はい、で、したときに、一つが、これで、テスト1が。で、もう一つは、あ、そうですね。同じ足か逆の足か。どっちがやりやすいか。そうか。はい。これわかんない。じゃあ僕やっていいですか？はい。わかんない。わかんない。これか、こういうことですね。うん、あ、だと、やりやすいのは、僕やっぱりクロスです。うん、僕は、わかんないです。どっちも、似たようなもの。はい。はい、で、例えば、これで言うと、この、フォースタンスバイブル。うん、まあ、これ、書き方じゃんかもしれないんですけど。要は、はい、本田選手は、うん、本田圭佑さんは、はい、A の1ですと。うん、A の1なので、つま先、まあ、つま先の内側。あ、A の1なので、クロス。A の1、クロス。はい。B の2と A の1、クロスなので、うん、その、こういう写真が載るんです。うん、で、次段は、B の1なので、うんうん、パラレルです。はいはい。っていう、うん、体の使い方が違うよっていう。こう、ひねって蹴ってるか。ひねって蹴るか、この、まっすぐ。まっすぐ、まっすぐ蹴るのかっていう。で、ホンダはひねってるみたいな。ホンダとマラドーナはひねる。うんうん、ジダンはひねらない。うんうん、っていう、はいはい、体の癖があるよと。うん、なので、多分体調は、はい、あ、で、あ、仮面さんありがとうございます。仮面さんは、パラレル。はい。多分、ともっちさんもパラレル。うん、多分僕は、うん、このひねる。っていうのが、まずこの、簡単なテストで、はい。フォースタンス理論をもとに、うん、その、軸、足の、はいはい。軸足のかけ方が違うので、うん、体の、可動の仕方の、可動のね、順番が多分違うんですよね。うん、うん。順番が違ってくるっていうのが分かりました。はい。はい。